ようこそいらっしゃいませ。バルハラへ。はい、どうも、お初にお目にかかります。地球上のすべての生きとし生けるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきました。タイトルこちら、VA11 ホロウェイバルハラというわけでして、今回ですね、動画の数字に言うと19本目ということで、今回もね、楽しくプレイの方をやらせていただきたいなと思います。こちらですね、ノーマイクでね、やらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また、終わりしないにですね、ご挨拶の方をさせていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。今回やっていく話が、チャプター2アマルガの続きということで、前回ですね、なかなかまた個性的なお客さんですね、ノーマさんと、マリオ君、この2人がね、来て、で、まあ、いろいろとね、お話しして、で、記念日誘うだということで、終了させていただきました。なので、今回はその続きっていう形でもってね、やらせていただきたいなと思います。もしよろしければ、最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。では、また後ほど、See you later。バイバイ。
Thank you.
はい、というわけでして、今回ですね、気に入らなさそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。今回チャプター2、なんだっけなんだっけってことはないですね。アマルガンですね。アマルガンの続きということでここまで進めさせていただきました。そうですね、一番最初のぶっ飛んだね、例のドロシーちゃんですね。ほんとドロシーちゃん大好きだな。このね、
バルハラって結構ね、個性的なキャラクターがいっぱい出てくるんですけど、ドロシーちゃんはね、その中でももう、頭一つ二つ ぶん抜けるくらいにね、ぶっ飛んだキャラなんで、すごい好きですね。なんかあの子のくだりだけなぜか、感動小説を読んでるような気がして、なんか、妙な気分になるんですけどね。まあ、それはこっちに置いといて、主人公ジルのね、関わる、なんか過去に関わるね、また女の子が出てきちゃってね、一体どうなるんですかね、ジルさんね。そんなにね、人を傷つけてまで自由をっていうようなキャラじゃないような気がするんですよね。やっぱ多分、何らかの理由があるんだろうから、まあ、別れた、自由が欲しいっつって別れたんだろうけど、どうなっていくんですかね。妹さんがね、また結構きつい、きついキャラクターでね、これから先のね、この後の展開がどういうふうになるか非常に楽しみだなと思いますね。はい。で、ですね、ごめんなさい。ちょっとね、私事で大変恐縮ではあるんですが、まあ、本当にね、言ってみたらどうでもいいよ、そんな話っていう話、内容にはなるんですけど、今ですね、ちょっと風邪をね、ちょっと引いてしまって、で、いつも以上にね、ぶさぼうなのが、もっとぶさぼうになっちゃってる、だと思うんですけどね、風邪がちょっとひどくてね、声がもう、まあ、昨日までね、そうでも、昨日まではもう結構ね、まともにこうやって実況ができるくらいの声がね、出なくて、で、ずっとね、ちょっと動画ね、アップするのちょっとお休みさせていただいた、いただいたんですよね。今回になって、今またちょっとね、今みたいに声が出せるようになってきたんで、ちょっとそろそろね、忘れられないうちに、ちょっと動画、出さないとなーって言ってね、まあ、自分がね、動画出したところでね、いわゆる誰得で、ね、誰も見てくれない動画なんでね、別にそこまで、ね、律儀にこだわらなくてもいいかなと思うんですよね。別に自分が動画出さなくてもね、誰も困らないんで、いいかなと思ったんですけど、まあ、一応ね、説明だけさせていただきたいなと思ってね、まあ、ちょっと風邪で、ちょっと動画、こう、5日、4日、5日出せなかったっていうことですね。すいません、ごめんなさい。また、まだね、正直完治してないんで、また治ったらね、まあ、今まで通りコンスタントにね、2日に一遍、あ、3日に一遍かな、くらいね、出していきたいなと思っています。で、今、出させていただいている動画で、伊勢志摩ミステリー案内、偽りの苦しんでっていうのがあるんですが、これがね、多分もうあと、動画の成績に言うと1本2本で終わるんだと思うんですよね。そしたら、どうしようかな。LA ノアルがね、もう何のかんのにずっとちょっと止まっちゃってるんで LA ノアルを再開するか、もしくはね、他にもちょっと止まっちゃってるものがね、いっぱいあるんですよね。なので、例えば、ウィル、素晴らしき世界とか、あとなんだっけ、ステートオブ、マインドか、ステートオブマインドも止まっちゃってますしね。で、シルバー事件25区もね、止まっちゃってるんで、そういうのもね、少しずつ再開していきたいなと思っております。とりあえずね、このバルハラと、あともう一個ね、並行してやってるリュートレター、ラストアンサーですね。これがね、終わったら、また3本形式、3タイトル形式で出していきたいなと思ってるんで、どうかなと思うんですけどね、なかなか終わらないんでね、ボリュームがボリュームなんで、まあそこはね、なんか考えてね、ちょっとやらせていただければと思っております。はい。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらでね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等ね、ぜひよろしくお願いいたします。非常にね、心の支えに なりますのでね、もし、よろしければぜひお願いいたします。で、そうですね。あとね、そう、最近ね、ちょっとブロードキャスト配信ね、ニコ生の方でやらせていただいている、無双ウルツ3ですね。これがね、ちょっと面白いんで、すげえ面白いなと思ってるんで、これね、もう、どうしようかな。一からね、動画っていう形でね、ステージごとに出していきたいな、なんていうことを最近ちょっと思ってるんですけど、ただ、やるとしたらね、難易度は一番軽い難易度じゃないとできないんでね、最近もね、とあるステージで一番軽い難易度にもかかわらず、ゲームオーバーにね、なりそうになるくらいの、ピンチに陥った回があったんで、やべえなっていう。ね、まあまあ、そんな話どうでもいいんで、ごめんなさいね、どうでもいいんで、もしよろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
では、というわけでして、今回ですね、小小説前まで37号をお送りさせていただきました。VA11 法令バラハラ。動画をするときに言うと19本目ですね。これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいは別の動画で皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。